ニュース速報アプリニュースダイジェストを運営する JX 通信社は、アプリの中で年齢や住所、基礎疾患などの情報を入力すると、新型コロナワクチンを接種できる時期を予測する機能を開発しました。全国の自治体の人口や年齢構成、都道府県ごとの接種計画、また今後は実際に接種した人のデータなどが反映されます。4月からの高齢者向けの接種に体制を整えられると回答した自治体は5割にとどまっていて、こうした状況の変化にも対応するということです。